正直お前がやったダッちゃんやった。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。今日は発表があります。というか、ラッシュゲーミングから発表もあったし、動画のタイトルにもあるんですけど、選手活動をね、復帰することに、なりました。ラッシュゲーミングの5人目のね、ロスターとして、今後は活動していきます。僕はですね、今年の1月に、期限未定で選手活動を、休止すると発表しました。原因は、ちょっと目のね、病気のせいなんですけど、約10ヶ月以上の休止をしました。でもこの期間ね、全くゲームをしなかったわけじゃなくて、YouTube 活動もね、してたのでわかると思うんですけど、できる範囲でね、こうゲームをしてきたんですが、モダンオフェアが出る1ヶ月前ですね。で、僕はずっと、選手に戻りたいっていう気持ちはあったので、その自分の状態も自分でこうよく考えて、で、チームマネージャーとも相談した結果、モダンオフェアシーズンからちょっと選手にこう戻ることにしました。肝心の目の方はどうなのかっていう話なんですけど、僕の目のその病気は、完全には完治はしないんですよね。だからもう本当、うまいことこの病気と付き合っていくしかないんですよ。現状はその休止を発表した時よりももちろん全然良くて、もう普通にゲームはできるようになってます。で、休止を発表した時、本当にね、死んでたんですよね。もう本当にひどい状態でした。っていうのも、使ってるメガネも良くなかったりとか、あとその、病気へのこのケアの仕方とかもあんまり知らなかったり、そもそもほんと一日中目をがっつり使ってたんですよね。ランクマとか実況を撮って昼間に。で、自分で、僕編集してるんで、自分で編集して、で、夜は交流戦をもう6時間とかやってっていう、ほんと、ほぼほぼ休みなしで、もう、モニターをずっと見続けるっていうことを、もうその、美容法出てから特にもうがっつりこう、ぐわーってやってたんで、かなりひどい状態だったんですよね。もちろん今はそんな目の使い方はしてないので、選手活動をやる分には全然問題ないんじゃないかなと僕も思ってます。そして今後なんですけど、いわゆるこう、ランクマ実況っていう、実況動画の方が多分結構減るんじゃないかなと思います。選手活動に戻って、ほんと練習がメインになって、多分どっちかっていうとね、こう、交流戦とかの動画が多くなると思うんですけど、そちらちょっとね、ご了承ください。本当、自分で僕編集してるんで、やっぱランクマ実況撮って自分で編集してっていう、その時間がすごくやっぱ食うし、あと目の負担にやっぱめちゃくちゃなってたので、それをちょっと減らして、選手活動の方にこう、力をね、回そうかなと思います。だけど YouTube 活動をね、全然減らすってことはしないと思うので、ご安心ください。はい、じゃあここからは、この休止中の期間の僕の、気持ちの変化というか、その辺の話と、経緯とか、モダンオフェアシーズンどうするのかっていう話をね、しようかと思います。この休止中の期間、もちろん選手に戻りたいっていう気持ちはね、やっぱありました。っていうのも、その引退する理由が自分からこう、よし、引退しようじゃなくて、病気が原因で引退しなくちゃいけないだったので、やっぱりこう、悔しい気持ちとかもどかしい気持ちはもちろんありましたね。で、そのまま BO4 シーズンがこう進んでいって、最後の方でルークがね、ちょっと選手を一旦、引退したいですっていう話を受けて、こう、ラッシュゲーミングのね、枠が1個空いたわけですよね。その時ちょうど僕も、病状が、良くなってたので、戻ることになったんですけど、でも、ルークが引退せず、ラッシュゲーミングが5人いた状態でももしかしたら、クルタミさんとかに、ちょっと僕、選手復帰したいですって、こう、伝えたかもしれません。そうなると、5人と僕とで、この選手の、選抜みたいのがあったかもしれませんね。でも、僕が入れるとは限らないんですけど、そして皆さんやっぱ思うのは、こう、やっぱ僕ずっと休止してたじゃないですか。本当選手としてやれんのかっていう話ですよね。この期間全くゲームをしなかったわけではないので、個人的な感覚では、上手くなってる方だと思います。この休止してた期間は、こう技術的な面以外の部分ですごく僕的に学べたというか、学ぶ余裕があった。っていう感じで、まあ、いわゆるこう、メンタル面とか、あと、IGL っていうこう、まあね、そのゲーム内で指示を出す能力とかを、まあなんかこう、考えるようになったり、まあその考える時間が多かったせいか、まあすごくその技術的な面以外がなんか自分的に学べたかなと思ってます。ビオ4シーズンも僕は出てないけど、チームのね、ことを見てたし、まあチームの、まあ、コーチング的なことも一時期してたし、まあそれでやっぱりチームとして今何が足りないのかっていう部分はすごくね、なんか、まあ考えられたんじゃないかなと思ってます。なので、このモダンフェアシーズンは僕的にはこう、まあもちろん技術的な面はね、もう絶対なんですけど、もう下手くそじゃもちろんね、チームには貢献できないので、まあそこはもちろんなんですが、その技術面以外の部分、その IGL とか、そのメンタルとか、そういう部分でなんかね、もっと貢献できたらなと思ってます。はい、というわけで、まあ、モダンフェアシーズン選手活動を復帰して頑張りますという、動画でした。もう、あとはね、そんな深く話すことはないと思うので、もう、あとはね、お前結果出せよっていう話ですよね。はい、頑張ります。というわけで、モダンフェアシーズンね、ぜひ応援の方よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。まあ、B 来たらセンターで取るぜ。あ、B 来てるかも。B いる。センター上行っちゃう。当たってない。マジか。うおおお。ナイスナイスパンチナイス。出て出て。まだ B だよまだ B 来てる。出て出て。回避してる。多分レッドが先頭だと思うから。中いる？逆にスモーク入れるわ。あ、2枚後ろいる2枚後ろいる。後ろいる。ロー。やった。あとシンプルすぎる。2回やったよ、2回やったよ。超シンプルですね。シンプル強いな、この設置。裏見してるよ。なんだこれ。大丈夫。ないです。スタール当たってんだけどな。ゴムは下がっていったね。1枚。急ごう。あーごめん、そこか。ナイス。まだ SR いるよ。まだ SR いる。入り口ね。俺入ったから。15秒。おー、バイク。そっちお願いするわ、したら。本当にいないよ。3枚見える。あ、まだいるよ、それ。グリまだいる。オッケー、了解。SR が A の。はい。やって。右返し、これ来てるね。右返し、まだいるわ。おー、バイク。右返し。あ、小柳がね、小部屋。B のさ、左側見れる？左側、うん、そこ。グリアントになった。この GT。2枚とも分かってる？あ、ショット近い。あと右ない。やった、詰めた。B も見ない、A 上もいるね。B 走って、あ、オッケー。おお、それ。お。ナイスワン。